下関市豊田町にある一の松桜公園にやってきました。まあ、ご覧の通り桜が咲いてますね。でこの下に水没林がありますね。そこに行ってみます。水没林があって鯉が泳いでますね。水没林っていうか埋没林か。あ、車で下で降りれるんだな。一の松桜公園、今日は土日っていうこともあって人がまあまあいますね。でね、やっぱりね、桜咲いてるからこの桜公園っていうだけあって、やっぱ桜はすごいですよね。まあ、マッチしてるんですよ。ちょうど土日っていうのもあって桜が咲いてるっていうのもあって、で結構有名なスポットなんでね、ここは。まあ有名って言ってもまあマイナーな方かな。花見してるな。こう平日に来たら誰もいないんですよ。まあ時期にもよるけど、今日はもう結構いますね。いいじゃないですか。天気もいいし。鯉の餌あります。で、ここで鯉の餌を買って、鯉に餌をあげれるという感じですね。100円。で、自販機もあって、ここは何やろ。わらび、100円。こんな感じですね、水没林。神秘的な場所なんですよ、ここ。隠れスポット。時期によってはこんな感じで。まあ、鯉とこの水没林がいい感じの雰囲気出すんですよね。写真撮ってるしね。あ、いいね。大阪から来た。和みますね。わあ、いいな。濃い。結構いますね。濃いとこの水没林のこのフォントがコントラストがいいですね。餌あげれるっていう。ただちょっと水没林が遠くにあるんですよね。手前じゃないって。これも泳いでる。あ、さあ行ける。これなん。あ、この辺まで鯉来るな。来てますね。すごい浅いけど。人間に慣れてますね。餌与えてるから。
ちゃんと駐車場の線があるっていうね。この奥は違うみたいですね。ここまで。結構出入りが激しいですね。自販機もあっていいじゃないですか、ね、はい、ということで一ノ又桜公園でした。